つでもご相談くださいなんて思ってるんですけど、そんないらないですかねっつって。マコナリ社長助けたい。はい、これはね、このフランチャイズチャンネルでも一度マコナリ社長は取り上げてて、はい、マコナリ社長のね、テックキャンプ論争、フランチャイズ的な視点でということで、これは結構騒ぎになってますよね。はい、元はといえば、これ年明けですよね。年明けに新しいアンコモンっていうんですかね、新サービスをやるというふうに出てきて、これは15万16万ぐらいのもので、まあ、値付けということもあるんですけど、まあ、情報商材だみたいなことを言われて、これがいいか悪いかって話はまたちょっと後に置いといて、最初ツイッターからですかね、本業が厳しいんだという。で、実はこれはもう まあ、ある意味論拠があって、官報に決算広告が出たわけですよね。で、これ僕はずっと出してるのかと思ったら、ずっとは出してないんですね。まあ、減資をして出さなきゃいけないという状況になったんで、その数字からすると、まあ、ネット上では5億溶かしたっていうのがキーワードになってますかね。まこなりさん38億ぐらいこう集めてるんですよね。それが5億溶かしたっていうふうに言われて、まあ、数字的に見るとそうなってますね。官報のもので電子広告とかしてないから、詳しくわかんないんですよ。で、いろんな数字からやっていくと、やっぱりね、山本一郎さんが絡んでますから。山本一郎さんが言ったのは、ああいう学校っていわゆる貸し倒れ引き当て金っていうかな、はい、まあ、に類する、要は返金しなきゃいけないっていうのを、はい、金額を計上しとかなきゃいけないんですよ。その金額から推察すると6000万か7000万くらいしか売り上げがないよこの会社っていうふうになってるんですよ。それも結構まず驚きですよね。本当？うん。で、従業員600人とか言ってるんですよ、YouTube の中では。まあ、そこもまず驚きだし、あとはもうまあ、この5億解けたのは確かでしょうね。でも YouTube 上にこう、で話題になってるのは、それがスタートアップだから5億解かすぐらいってあるじゃないですか。はい。でも、そうじゃないでしょうと。これは、ベンチャーじゃないよと。まあ、普通のスクールビジネスだよと。だから5億溶かすなんて、これはもういわゆるベンチャー的な赤字が積み上がってるんじゃなくて、赤字体質なんだっていうこの意見と、こう真っ二つに分かれてるわけですよね。おそらく僕は後者の方が正しいと思います。先行投資的な意味でかかってるんじゃなく、ただ赤字と。うん、まあ、もちろん一生懸命やってたんだと思うんですよ、うん、ただやってることがそのいわゆる IT みたいに見えますけど、うん、実際はスクールビジネスですよね。学校を作ってそこに通って、今このオンラインに移行してってるって感じなんですよ。で、去年だと思うんですけど、まあ、ご校舎とか閉めてるんですよね。へー。うん。それは動画でも説明してるし。へー。基本的にはやっぱり、まこなりさんがやってるこのテックキャンプというビジネスは IT 系のビジネスのではないよね。プログラミングスクールじゃないですか。はい。未経験の人をエンジニアにするという。うん、まあ、そのスクールビジネスが広告をかけてんだけど、コロナの影響もあるんだろうけど、集まらなくて赤字になってる、うん、でもただコロナの影響の前の話だからね、この、うん、今この5億とかしてるっていうやつは、やっぱりご本業はあまり良くないというのはこれは間違いないんじゃないでしょうか。現時点でそのマコナリ社長は負債がどんなもんって言われてるんですか。10何億って言われてるんですか。減資したのが5億で、なんか負債が10何億みたいな、うん、ちょっとそこ見てない、なんかそういう話もあるんですかね。よくわかんないですけど、30何億集めてると。30何億集めてますね、うん、でもこれも借り入れが18億だとか、そういう数字も出てたりして、うんですよね、そこもよくわからないんですよね、官報だけじゃね、うん、だからその僕はね、全国に現時点で370校舎ぐらいですか、うん、それを十何億借りなくてもできましたし、そんな赤字だとかなんか騒がれたこともないし、うん、なんかうまいことやればできると思うんですよね。しかも武田塾チャンネル10万人しかいないのに、マコナリ社長は90万人もいて、圧倒的な知名度もあって、うん、しかもなんか武田塾よりもよっぽどなんかクリーンなイメージがあるというか、うん、武田塾は初めの方ちょっと怪しいなみたいなのあったと思うんですけど、マコナリ社長を悪く言う人なんて全然初めの方いなかったと思うんですよね、うん、なんでうまくやったらもっと儲かるようになると思うんで、いつでもご相談くださいっていうか、いやそれについて僕たちの出番なんてねないのかもしれないですけど、なんでそんなね、めちゃめちゃ投資して
るんならまあね、僕たちの出番じゃないですけど、本当にちょっとなんかうまくいってなかったら、一応ね、何も調達もせず、そんなたくさんの借入金もしなくても別に年商100億ぐらいにはいけるんで、いつでもご相談くださいなんて思ってるんですけど、そんないらないですかねっつって